どうもおっさんゴールドです。どうもおっさんゴールドです、の嫁です。はい、はい、私いい買い物してきました。はい、これね、だいぶ2ヶ月前からちょっと気になってた商品で、うん、まあ、うん、3000円ちょっとしたのかな、うんうん、で、うん、3000円かと思ってちょっと悩んでて、うん、その時買わずに、うん、はい、改めてつい先日買い物に行きました、ホームセンターに、うん、そしたら半額でゲットしてきたんですけど、うん、まあこれ獣医師開発猫トイレ、うん、猫のお医者さんが作るとこうなるっていう、うん、よくあの匂いを取る砂で有名なライオンさんの製品なんですね、うんうん、でこれがなんと、まあ、今砂大体どこ行っても平均的に800円ぐらいするんです、1袋、うん、5リットルが、うん、でそれでなんとこれおいくらかっていうと1500、600円ぐらいでゲットしてきまして、うん、まあ2袋入ってるからもうほぼ砂代よね。そう、 そうで、おまけがついてる商品でして、そちらをゲットしてきました。でも言ってもトイレでしょ。いやいやいや、うん、猫のお医者さんが作るとこうなるって言ったらどうなってるんでしょうね。見てみましょうか、うん、ちょっと気になるところですね。はい、では開封していきます。はいはい、開封しました。はい、これトイレ自体はですね、単体で買ったら、うん、同じホームセンターで2500円ぐらいしてました。ああ、そう、うん、だからかなりお得な感じですね。そうだね、うん、猫ちゃんが選んだゆったりサイズ、うん、子猫からシニア猫まで入りやすい入り口、横向きになりやすい独自サイズ、砂の飛び散りに配慮、うん、うん、な感じでね、あのスコップもあんな感じで好きなところに引っ掛けられる仕組みになってて、うんうんうん、すごく便利なんですよ。気持ち大きいよね、スコップ。そう、なんかメモリもついてて、うん、まあ、そのおしっこの回数をなんか把握できるみたいになってますね。うん、な感じで、うん、この数字書いてるね、うん、うん、でなんかアプリを入れてみてくださいって書いてるんで、うん、まあやってみようかなと思ってます。猫ちゃんのトイレ日記ね、うん、あ、これね、うん、そう、つけれるみたいなんでやってみようかなと思ってます、うん、で、あの砂と、あとおまけで匂わない袋、試供品5つも入ってました。ほらほら、うん、これね、結構するんですよ、うん、これ見たことありますけど、まあね、消臭できるってことは、うん、匂わされる、抑えれるってことはやっぱり、うん、 ね、うん、それなりにね、あれですから。で、あとこの段ボールなんですけど、うん、猫ちゃんハウスとして使えるように柄になってまして、うん、ダンボールが、ダンボール、そうなんです。結構いろいろね、うん、そのこれ扉とかあったりとか、うんうん、まあ柄はちょっとね、あ、書いてて、うん、カラフルな柄だなと思ってはいましたけど、うん、で、ちょっと猫ハウスモードにしますね、うん、少々走ります。こんな感じで、猫ハウスで使ってくださいっていうことで、うん、なるほど、うん、無駄がないね。ないです、うん、まあ、そんな感じです。なるほど、はい、来た、早速いや、あれなのかね。ニュッて来た、あ、痛い、もう仕事ができる子。仕事ができる子ね。朝に説明したらすぐに入る。しっぽめっちゃ出てる。これがうちのダイヤでございます。頭隠して尻隠さずモードですね、まさに、ね、まあ、またこれもね。まあ、あるあるというか、まあ、遊んでもくれてる。もう一回言いますけど、仕事ができる子。すいません、親バカで。まあ、こんな感じですかね。お得な買い物ができたのでご紹介させていただきました。ね、いくつかね、あの、うん、QR コードがね、あの、先ほどもありましたけど、ここにもね、ちょっとありますけど、まあ、この、あの、よかったらね、こちらの方も覗いていただければなと思います。一応、URL の方もね、概要欄の方に貼っときますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
本当に堪能してくれるな。はい、こんなとこですかね。そうですね、はい、はい、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。